どうも、小田くんです。日の丸合宿3日目ということでですね、今日は一番の山場、5000メートル2本足す402本やっていきたいと思います。こちら、日の丸。雨です。非常に雨です。やらないかなと思ったんですけど、北村くんがどうしてもやりたいということでですね、一緒に走りたいと思います。今日は、去年がですね、まあ、同じような練習してて、5000、16分半と3000で、9分半ぐらいで終わってたので、今回は去年よりもどれだけ成長したか、雨すごいな。雨すごいな。そんな感じでお送りしたいと思います。我々しかいない。貸し切り状態ですが、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。後半あげる感じ。皆さん晴れてきました。日頃のね、僕の行いがいいっていうことですね。山の天気と女心は変わりやすい。よし、行きましょう。OK です。今のところ今日は僕の勝ちですね。やばい、惨敗した。あれ昨日勝ってるんですよ。いやわざわざ言わなくて。じゃあ一生、あ、でも初日も負けてるから。あ、今日負けても大丈夫。確かに2勝してるから。熱くなってきましたね。こんなことある？すごいっすわ。はい、3分9秒1こんな晴れる大晴天ですよ。
秋山さん。秋山さん。私ですか。はい。1本目は1本目はちょっとですね、3000円でストップして。戦略。あ、戦略。追加で。4000円プラス。3000プラス1200。2本目はですね、はい、小畑選手の試合について。はい。ちょっと1本目負けたんで、はい、頑張ろうと思って。2本目は最後に行きました。さすがですね。さすが、姑息な。姑息な。奮い立たせないと。確かに。戦い方分かってるから。小畑選手どうですか。あ、僕はもう満足です。満足。満足。練習の報告終わりました、ね。あ、僕4000日本で満足です。今日じゃ練習終わりということで。まだ400ちょっと残ってる。まださんの最後の400。去年の全力のいただけたら。入るだろうな。まだ入るだろうな。去年72でした。4001本72です。大だれ。はい、ということでお疲れ様でした。今回の合宿はこれで一応ポイントは終わりなんですけど、まあ、あとね Vlog 動画とか出して終わりになるので、あともう一本動画が出ると思います。去年も参加したんですけど、今年は足作りってことで1日40キロ近く3分で走り込んでるので、10月のシカゴマラソン、せっかくこんだけきつい練習してるんで結果残せるように頑張りたいと思います。それでは次回の動画もお楽しみに。じゃあまた。ありがとうございました。